じゃあ行きます。お願いします。はい。自己紹介とか、そういうやつからですかね。特にそういうのなくていいんですかね。なくていいんじゃないですか。なくていいですか、ね、そうですかね。じゃあ普通に始める感じで大丈夫ですか、ね、始めましょう。はい、じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日は3つの光の、まあ、ちょっと話と、やっぱりアイスクリームレコード。アイスクリームスタジオの話をちょっとまあ聞かせてもらいたいなと思ったんですけど、まあ、映画 見させていただいてのまあいろんな感想があると思うんですけど、まあ、僕の場合はまたちょっと他 その初めて見る人というかと違って、ここの場所にずっと来てたこともあり、僕の感想としてはまるでその作り話とは全く思えないというか、なんかやっぱり何かこうここにインスパイアされたで生まれた物語なのかなっていうような印象を持ったんですけども、そもそもなんか吉田監督としてはこうどういうこうきっかけでこの映画っていうのは生まれたんですかね。そうですね、多分とね、ずっと僕もここ来てたのは多分三沢さんもご存知なんですけど、多分最初になんかここで映画撮りたいっていう話もしたことがあったと思うんですよ。でもなかなか場所だけだとどうしても物語っていうものになっていかなくて、そこでやっぱりこうここっていろんな人が来てたんで、そこでやっぱ人と会って人を見て、そういうとこからしかなんかなかなか何か物語っていうのはできていかないんだなっていうのはすごく感じましたね。うん、それで、まあ、最初に来始めたのも来始めてから3年ぐらい経ちましたけど、ようやくこうなんか映画っていうものに到達できたなっていうのがあって、うん、最初はそうですね、場所の次に行くにはどうしても時間が必要だったというところ。なるほどですね。まあ、要するにこの、まあ、陽平さんを中心としたここのスタジオで夜な夜な毎週行われているレコーディングとかをこう体験する中 で、ね、うん、だんだんその場所に加えて物語が、うん、そうですね、うん、人にいろんな人と会っていろんな人を見てきたっていう経験がやっぱり一番大きいです。なんかその単刀直入にそのいわゆるこう、ね、池田さんが演じられてる K っていうのの、まあ、はやっぱりどうしても陽平さんのなんか見えますよね、俺も思った雰囲気っていうのをどこかしら感じるんですけど、うん、そこら辺っていうのは実際どうなんでしょうね。でもやっぱりその、まあ、ある程度その、まあ、存在としてはモデルになってる部分もあるっていうふうにはその撮影の前に聞いていたので、で実際に吉田さんが撮ったドキュメンタリーみたいなのを見てたし、だからやっぱり自分の役作りの中でそれも一部入ってるは入ってますよね。うん、なるほど。実際初めてお会いしたのはこの映画の撮影、撮影のちょっと前にここを見させていただくみたいな時間があって、だからここに一回来たんですよね。うん、印象はどうでした、この両辺。俺の話になっちゃった。でもやっぱり、まあね、なんか強烈じゃないですか。恐縮しちゃうだけですね。うんうんうん、あ、でも、なんかその、ここに来る前に、その、ビデオを見てたので、あ、なるほどなって思いました。そのビデオって、うん、鬼教官みたいなやつ。そうすげえやだ、そういうやつ。すげえやだ。鬼教官みたいなやつってどんな、いや、なんか、名前は出せないけど、追い込んでるやつですよね。やばいのがあったんですよ。ちょっと名前のあるというか、まあね、なんか人気のある人が来てて、はい、そこで、俺も恥ずかしいな。なんか揉めるっていうか、なんかいろいろあって、形になったね、というようなものがあって、で、まあ確かに、うん。吉田監督の編集で最後はいいの撮りましたねみたいにはなっているんだけど、あれはね、なかなか重たいものがあった。いやでも、ね、うん、まああれ、うん、あそこに立ち会ったこともね、人とそうだし、
分かりやすく凝縮はしているなっていう、うん、あの、まあ、極端な見え方は、まあ、どうしてもね編集でこうかいつまんでちゃうとしちゃうけど、でも別になんかあれが特別なことじゃなくて、なんかをね作ったりする時って、うんうん、まあこうモデルとはいえ、あのやっぱ僕 もっと先にね僕のやっぱ経験の方が大きいです。あの映画作っていく中でこう意見の対立で、うん、あのちょっと人と揉めた経験もねこの映画動き出す前にはあったし、うん、なんかねすごくそういう人のこと 悪く思うんですよ。そういうなんかぶつかると、はい、あの野郎って思うし、今もそうだしね、うんうん、なんか、うん、なんかそういうなんかこう二面性じゃないですけど、どっちも本当の自分だと思うし、うん、そういうところがこう映画の元になってるっていうのが大きいですね。あのだそういう、まあ、いろんな多分表情を持って多分みんな生きてると思ってて、僕も実際そうだし、なんかそういうやっぱそうちょっと暴力的な人に対する思いとか気持ちっていうのはすごく自分の中にあるの嫌だなっていう気持ちが何よりあって、なんかそういう映画を作りたいなっていうのがこうだんだんこう肉付けされてって暴力的な、うん、なんかそういうのがそうですね、なんか映画を作っていった感じでした。脚本の段階では、うん、やっぱりこうものづくりっていうところと、うん、やっぱりそれにおけるかこうぶつかり合いの中での、はい、まあ、二面性というのは吉田監督の中にもあって そうですね、そういうのもやっぱり表現されていると、うん、でも決してねそう相手も相手とこう意見の対立したりなんかちょっと揉める時って別に相手も喧嘩するつもりでは絶対ないだろうし、うん、なんかなんでうまくいかないんだろうっていうことはすごくこうあるんですよね、うん、うん、それがやっぱりこう、まあ、Kっていう存在と、まあ、正樹っていう存在がこう出てくるんですけど、うん、映画には、うん、なんかそういうこうなんか自分の中にあるこう精神的なものがこうキャラクターを作っていたような感じでした。なんかその非常にその二面性のうちの暴力性の方の K というその池田さんの演じているキャラクターがすごくもう役がその僕も恋人たちを以前見たことがあってすごくキャラクターが強いあの弁護士のゲイの弁護士の役ですごくなんか癖のある切れ者っていう役イメージが強くて、今作でもやっぱりその K っていう割と本当に癖というか、うん、ものすごい強いその象徴的なそういう存在っていうのを演じるにあたってものすごいこうハマり役だなっていうふうに見てて思ったんですけど、そもそも吉田監督はどうしてこう池田さんをキャスティングで、池田さん、うん、もともとこの映画企画は、まあ、ワークショップをベースに映画制作っていう、まあ、大元の企画を話をいただいたそこからが始まりなんですけど、で池田さんも、まあ、過去にそのワークショップを受けてた中の、まあ、オーディションに参加してくれたような感じで、うん、なんだろうな、池田さんをイメージして脚本を書き始めたら非常にこう筆が進んだんですよ、一気に。あの最初全然ね、あのこの最初のワークショップ自体には池田さん参加してなくて、うん、後でオーディションするような形であの選んだんですけど、うん、その時まだ全然脚本もできてなくて、うん、なんかこう池田さんでイメージして K っていうセリフを書いていくと、うん、もう勝手に喋り出すというか、あのそういう風な感じだったんですね。その上で、オーディションの後にあのちょっとこういう役をお願いしたいっていうメールをね、うんうん、最初にして、うん、あの
選んだんですね。だから、まあ、当て書きとまでは言わないですけど、うん、すごく書いてる途中からもう池田さんで、いやこの役は池田さんなんだろうなっていうのが納得できたですね、僕の中では。なるほどですね。初めて聞いた。嬉しい。高い、評価高いじゃない。でもなんか本当に見ててある種のその狂気性というか、うん、笑っててもなんか狂気性を感じるような役作りで、本当すごいなと思ったんですけど、この K っていう、役を演じるにあたってっていうのは、はい、なんかこうその普段からなんかこう思考を変えたりとか、うん、なんかそういう役作りとかっていうのをされたんですか？なんかそのまあいろいろ要素があって、一つはその金子君のドキュメンタリー見せてもらったのも一つだし、はい、あとはその吉田さんがその最初に打ち合わせた時かなんかに、この作品はある意味その精神的なファイトクラブみたいなもんでっていう話をされて、はい、でああなるほどなと思って、でファイトクラブも見直して、だからブラッド・ピットの影響結構受けた。言うね。衣装とか選んだよね。そうそう、 このシャツならちょっとっぽいかなって。そうそんなのあった？タバコの吸い方とか捨て方とか、なんなら真似してるところあるから。池田さんね、タバコ吸ってた。セッター吸ってたよね。吸わないから普段。あ、なるほど。自転車じゃないですけど、ね、そうなんですよ。あの時だけ吸ってて、はい、でタバコの吸い方とかもあのファイトクラブで研究してみたいな。なんかいいね、映画キッズって感じで。一応ね、こう池田さんのアイディアで最初に吸ったタバコが最後のシーンでなくなる。そうそうそう、一個最後の一本っていうね。一箱吸い切るっていう、うん、なるほど。あ、そういう風になってるんですね。細かいこともね、細かいこともやってました。あれ何日間のお話なの？日数で言うと、うん、でも厳密に計算してないな、うん、ね、そういう考え方してもらうと、うん、普通はするんだけど。そうだね。何日か、何日間で起こったドラマなのあれ？でもなんとなく2ヶ月はないよね。ないよね。1ヶ月とかね、そんなから1ヶ月半ぐらいの期間の感じっていうイメージはありましたけどね。なるほど、なるほど。池田さん日替わりの衣装がないからね。そう。もうずっと、ずっと衣装一緒だったっていう。あれ全部自前なんですけどね。あ、そうなんですか、はい、あれ。自前なの、ほら。自前自前。あれかっこよかったよ。うん、よかったです。うん、かなりでも K のこうキャラクターを作り込むにあたっていろいろ話し合いをされたみたいなことも書かれてましたけど、うん、ああしましたね。なんか、まあ、最初頭からお尻まで脚本を書いて、次にこう一人ずつと会うっていうのをやったんですよね、まあ、感想を聞いて、まあ、いいも悪いも一回全部聞いて、なんかそこ納得、演じるにあたってこう納得してもらいたいなっていうのがあったんで、なんかすごく、まあ他のインタビューとか取材とかだと言われ方としてなんかすごく俳優と共に作ったみたいなことをすごくあるんですけど、うん、まあ一番の目的はなんかこう納得できないまま演じてもらうのは嫌だなっていう、うん、こうそこに一番時間をかけたいなっていうのがあって、それで、まあ、一人ずつ会って次にこう4人でこう本を元にリハーサルして、うん、でリハーサルの中でやっぱりこう皆さん自分のこうその演じた中で出てくるセリフとかがやっぱり出てくるんで、うん、それを今度脚本にまた戻したりとか、うん、そういう作業をなんだかんだ、まあ、何回かあったよね。結構やったよね、うん、リハーサル日みたいな、うん、演技のリハーサル日っていうのはあって、うん、それが最終的な脚本になったっていう感じでした。なんかそのやり取りっていうのは池田さん的にはどんなこうことをなんか印象に残っているやり取りとかってありますか？印象に残ってるやり取りとか、なんかどれってわけじゃないですけど、でもなんかその例えば最後のシーンの
やつとか結構もう最後の最後までみんなでこうやりながら打ち合わせながら悩んでみたいな、結構現場に入ったからもあれね、うん、悩んでたよねみんなで。そう、撮り方もなかなか見えてこなかったし、うん、要は最後4人がこう同じ場所でちょっともうなんかこう、まあ、傷つけ合うというか揉め、うん、揉めたり、はい、喧嘩になっていってこう散るっていう、うん、映画の、まあ、イメージとしてもこう集まってこう散る散るっていうとこを、西田さんに言わないでそれやりたかったんでちょっと待ってくださいね、うんうん、そうですね、そうね、あそこは結構セリフとかね、うん、どういう風に言うんだろうとかどういうことが起こるんだろうとか、うん、結構みんなでやりながら考えたり変えてったりしたっていう感じはすごいしたな、うんうん、今の話なんですけど、陽平さん的にはこの作品ってどういうふうにご覧になったのかなって、うん、いやー俺わかんないですね。いや今の話の中で言って、まあ多分現場に皆さんが来た時には多分もう出来上がってたっすね、映画の、あいわゆる撮影班というか俳優部は俳優部、まあと監督の中での多分方向性の何かっていうのは出来上がっていて、でそれに対しては別に、でこれはだから僕の中で単純にフィクション作品ではあるんですけど、フィクションとしてなかなか西田さんが最初に言ってたみたいな受け止めきれないところがすごくある、うん、でそれはすごく複雑なものになるし、でもこれは結構面白くて、さっき言ってた音的な話で言うと、まあ、僕は楽曲部分の演出をしたんでね、音的な話で言うと多分架空の出来事、架空の登場人物たちと実際に生活してる人たち、役者さん、池田さんだったら池田さんと K っていうのがあって、多分技術的なこと言うとそれのマッシュアップなんですよね、フィクションとフィクションじゃない部分の、うん、でこれっていうのは結構複雑で、まあ池田亮っていう曲と K っていう曲を合わせちゃおうってことなんですけど、うん、表に出てくるのは役なんですよね、俳優さんだから、うん、特に楽曲収録の部分で言うと多分まあ吉田監督が常々言ってる、うちうちでなんですけど言ってるみたいな、はい、役者そのものの何かがこぼれ出てくるような演技っていうものを、うんうん、それは多分僕の中でも指針として合わせて持ったものがあって、だ多分マイクを突きつけたり状況作りをして引き出そうってする過程で、僕は多分その俳優の名前で呼んでないですね、役名で呼んでるつもりなんですけど、求めてるものはその人の話なんですよね。でこれは受け取る側もすごく混同するんですよ、あの俳優の女の子、小宮さん、うん、だったら葵ちゃんに対して語りかけてるんだけど、もらいたいのは小宮さんの話なんですよね、うん、でこの仕掛けっていうのはすごく俳優さん側も混同するのかなとは思ったっすね、うん、実際してたと思うし、うん、鈴木さんもそうだね、言っちゃうけど、あれはあの人は正木さんじゃなくてもう鈴木さんだったじゃん途中から、うん、話がね、特に俺と話をしてる時はそうかなと、うん、だからそこがすごく難しいし高度なものがあったのかなとは思いますね。でそれが伝わらないことには対する葛藤は結構激しくあった、まだ残ってるぐらい、うん、だからでそれは多分人だけじゃなくてここの場所もそうなんですよ、うん、でもなんか吉田さんの作風というか目指してるものとして、うん、やっぱりその人が役とかもそういうものを超えてその人が元来持っているものが見えるとか、うん、こぼれ出てくるとかそういうものを撮りたい人なんだなっていう認識は僕もあって、でそういうところを僕は好きだし信頼もしていて、だからそういうところが出てるんじゃないのかなと思いますよね。それえぐくない？俺いつも思うんだけど。いやでも、でもそれはね、なんかね、みんなさ、ベルリンとかで撮影つらかったですってみんな言ってたじゃん、うん、あそこでやっぱりね、思う、うん、俺このやり方でいいのかなっていうのは、ね、本当に、でもそれ思っちゃったらダメだよね。いやでも、ま、限界、体力の限界。いやそこ、なんか、まあまあちょっと一つ例えだけど、まあ、ああやって言えば出てくるじゃん、うん、いや撮影中ちょっと辛い思いがありましたとか、う
やっぱりこのやり方以外にもあんのかなとはちょっと思った。あの違うやり方で、ね、これもこればっかりじゃない、毎日思いますよ。こればっかり俳優のね力を引き出すのはそうやってなんかある意味追い込むってことばかりじゃないなっていう、どうなんだろうね、こともねやっぱり身につけてはいきたいし考えていきたいなとはちょっと思いましたね。いやでもね、俺ね思うけど、これ俺の個人的な思いだけど、俺も思うよ普段で、技術や現場慣れしてる人の何かより、最近俺が言いまくってることわかるんだけど、勇気の花を咲かそうっていうテーマでやってんのね、テーマでやってんのねってあれだけどマジの話で、でもその一枚脱ぐっていう過程で、それは多分芸事やってるわけだし、そこに真実味があるよねっていう、まあたまたまね僕は吉田監督昔から知ってるから、そういうものに対する嗅覚っていうのは正しいと思うんだ。それをやすやすとやってのける人もいるし、でもこれは多分俳優さんとか光が当たる人たちだけじゃなくてね、照明の人もそうだし何でもそうだと思うんだけど、録音もそうだと思うし、みんながそこれぞれね勇気の花ね咲かさないといいものにはならないじゃん。一個飛び越えなきゃいけないじゃん。でそれはやっぱり必然だし、それ以外のやり方ってあんのかなって俺は思うけど、多分なんとなく僕が思うのは、その役者ってその、なんだろうな、殻を脱ぎ捨てるというか、そこにその行き着くことが多分自分でできた方がいいんだろうなとは思ってて、でも必ずしもそういうわけじゃないし、今回もその僕も含めその経験がね、ある人じゃなかったから、だからその追い込むっていう作業が必要に必然的になるみたいなことなんじゃないのかなと思うけどね。それだからその作品として、特に吉田さんが作るような作品っていうのは、そのなんていうのかな、まあ、そこに行き着くという、役者が最終的にそこに行き着くということは絶対的に必要で、まあ、その手段はどうあれ、まあ、作品のためにはいいんじゃないのみたいな。その通り、その通り。それが確かにもっと上手にやれるようになりてっていうのは常々僕も思っております。ブサイクじゃん、なんか今回も超ブサイクだったっすよ、映画の現場。本当やばかったよね。やばかった。いやもうなんか僕ももう一人のまさきの役やった鈴木くんとここで大喧嘩したし。あ、そうなんですか。怒鳴り合い感情がこぼれすぎてたもんね。怒鳴り合い。この空間が起こすなんかマジックのような気も、普通ね、普通の現場だと起きないようなね、そういう喧嘩が。そうそう。でもね、一つね、あのベノムくんっていうラッパーがよく来るんですけど、ここ意識と意識をぶつからせて花火をみたいなこと言うんですけど、多分でもそれはそういうことだもんね。でそれに対してやり方どうのこうのより、それを丸ごとタフで受け止める人も世の中にはいるから、それも一つなぁとは思ったりする。でもなんか本当にその今悩んでるというか、こう考えてること、現実に起こってること と映画のまあテーマっていうのはやっぱりすごくシンクロしてるなと思うんですよね。だって最初はもうなかなかここに人が来なくなっている状況で、やっぱりそのちょっと悩んでる人たちをこうここに来てこの魂を解放させてあげるんだけど、それも果たしてこうハッピーなのかどうかっていうのは分かんない。受け取る側にも何かがあるし、そう、池田さんは知らないかもしれないけど、なんか最初に僕らがこう独立した時に、なんか33週間連続で作品を撮って出すみたいな企画をやった、でそれに西田さんがこう密着取材みたいなのしてくれたっていう経緯があって、で33週連続でやるんで、まあ、ミュージシャンとかね、知り合いとか声かけたりした人もいるんだけど、わーって毎週来てたの、で撮っても翌週に出るのね、撮ったやつが結構地獄の、なの、で33週間って言ったら結構長いんだ、でその中で結構な人数がいたと思う、なんか3、40人とか、でそれがその人たちがみんな自分の表現がしたかったり、未熟だったりすごく卓越した優れていた人だった、まあそれぞれのキャリアの中で来てるから、その中でこうノリも出てたので、内輪っぽいノリももちろんあったけど、
で未熟さってのもガーって出てくる、うん、でそれでまあ結構何十人いたメンツが 5人とかまで減っちゃったりとかして、うん、意外と俺も人間できてなノリだったから、うん、毎週撮ったら楽しいっしょみたいな感じだったから、うん、結構人が減っていく様ってのは、うん、結構しんどかったりしたの、うん、そうだよね。でものすごく狭く見えた時もあるし、うん、この空間がね、うん、スカスカで広く見えた時もあって、うん、っていうのをがお話としてはあって全然で、うんうんうん、だから後期の映画見てあもう一回金だ同じとこと思ったけどかさぶた乾いてうん乾いた、うん、うんみたいな、うん、だからそれはねそういうお話で、うん、減っていくもの何かっていうのは、うん、まあそういう感じ、まあそうですね、うん、こう突き詰めていくっていうそのところでやっぱりそのさっきおっしゃってたみたいな、うん、こう役だけじゃなくて本人の内面性のを出すために追い込むみたいな話があったと思うんですけど、まあ、本当にちょっと話ずれちゃうかもしれないですけど、この池田さんのこうプロフィールを見るとやっぱりその慶応を卒業されてこうコンサルタントで、もうエリート的なもうすごい華々しいキャリアにやっぱり感じるんですけど、それをからこうやっぱりこう役者俳優っていうのにこう転向されたっていうのがまあその個人的にはすごく気になっているところで、うんうん、いやでも多分それも同じようなことで、なぜそういうその深いところに切り込む吉田さんのそのやり方というか作品とかに僕が共感するかというと、もともと僕がそういうところに行きつけなかったしっていうところなのかなと思って、僕ちっちゃい頃いじめられたりとか結構自己表現をできない子だったんですよ。周りの顔色ばっかりかかってなんとかこう自分が傷つかないようにみたいな感じで笑って過ごしてて、でも本当は中傷ついてんだけどみたいな、その きついみたいな辛いみたいなことを人に言わないで親とかにも言わないで自然とこう蓋してて生きてたんですよね、そのサラリーマン時代までは。でサラリーマンの時に転職しようかなと思っていろいろ転職先探してた時に役者さん見ると辛い顔してるじゃないですか。だからあ、これになりたいと思ったんですよ。でもその時は役者さん見ててこれになりたいと思っただけなんだけど、まあ、3年4年経ってその自分の過去とかこう役者の訓練としてもいろいろ振り返ったりすると、あ、僕辛いっていうことを表現したくて役者になったんだって、うん、そういう人になりたいって憧れて役者になったんだと思って、うん、うん、だからこそなんかそういうその深いところというかをやっぱり自分でも表現したくてこの世界に来てるし、でそういう作品にも出たいしそういう仕事をしたいし、そういうことをされてる人はやっぱり自分としては近寄りたいというか、うん、好きなんですよね、うんうん、そういうことじゃあさっきの話じゃないですけど吉田監督が悩んでましたけども、うん、こうやっぱりこう追い込んででもそのより深くを掘って自分のこう何かをこう剥いでいくみたいなことっていうのはすごいあのサラリーマン時代とか振り返ってみればあの池田さんとしては望んでたことというか、そう望ん、そう、うん、その潜在的にね、うん、でもやっぱり最初は全然できなかったし本当に僕落ちこぼれだったんですよ。役者になった頃とか僕やってるのにと思ってんだけど、もうなんか常にドベみたいな感じで、その卒業養成所の卒業公演とかもみんないろいろいい役もらってるのに俺だけセリフ一言みたいな感じだったんですよ、うん、もう泣いてましたね僕、うん、本当に泣いてました当時は。なんで僕はこれまでできなかったことないのに、うん、なんでこんなに認められないんだみたいな、なんでかも分かんないんだけど、うん、なぜか認められない頑張ってるって、うん、そんな感じ。逆になんか吉田監督としてはこうそこまで追い込んででもハグっていうのはそこに何かやっぱり可能性というか何かを信じてるからこそ、そうですね、やっぱりなんかねちょっと抽象的ですけどなんか そういう熱量というか、まあ、どうせならやっぱりその人にしか演じれない役で映したいっていうのがあるんですよね、うん、やっぱその人らしさっていうものはやっぱそういうこう内面だったりそういうとこにあるんじゃないかなって思う、うん、やっぱ代わりに聞く役にしたくないというか、うん、多分
っていう役をね違う人を引っ張ってきてやらせてもこの映画には多分ならなかったと思うし、そういうとこですね。だからその人代わりの効かない役になってほしいというか、そう追い込むからにはやっぱり僕もそう見せる責任があると思ってやってるので、なんかそういう思いですね。マッチョな、マッチョな感じで嫌ですけどね。でもだ、吉田さんだってだ同じようなことやってるわけでしょ。そういうやり方で。そうなんだよ。なんか嫌気さすじゃん、もう一回改めて見ると。俺今回の映画、もう何回も見れないよ。いや、本当に痛すぎて。身に覚えあることばっかだし、はい。俺ね、だから思ったの。もっと、後期とかも遊んでるんでね、普段ね。いいもん見せないとダメだと思って。人として。こんなえぐいとこばっかり、まあ、そういう作風ではある彼は、そして彼がその暗めの性格だと俺も思ってはいる昔からね、10代ぐらいなんで。しかしいいもん見せれるように、いいもん見せれる男になりてえと思っちゃったな、なんかいいじゃん。本当にまず最初に言いたいのは、多分自分たちがしてきたことが一つ映画みたいになるっていうことは、僕個人としてはそうそうないことだし、すごく嬉しいし感謝もしているし、そのとてつもない思い出になると思うんです。で、まあなんていうの、あのバカなバーンみたいな、イエーイみたいなパーティー映画でもいいわけなんだけど、うん、今回結構来たじゃん、やりやがったみたいな、うん、俺本見た時点でどうしようみたいな感じだったんだけど、でそこはすごく感謝してるところではあるし、やっていくんだけどね、もうちょいスマートにやりたいなとは常々思うけどね、でもまあ西田さんも僕らこの場所で起きてることとかを知ってるから、まあ、そういう思いもにもなると思うんですけど、あの試写でね、僕全然普通の会社勤めの人が来てくれた時も同じ感想を言ってくれたんですよ。もうああこういうこと言わ映画で言ってるようなこと言われたことあるし言ったことがあるっていう、だからあのやっぱりこう見る僕らね、あのやっぱりここが拠点になって場所を知ってるから、そういう受け取り方はするけど、やっぱ全然そういう経験をしてない、いわゆる普通の仕事っていうか、まあいわゆる会社員で仕事してる人たちの人間関係でも、なんかこうやっぱりこうなんか自分のなんか経験というかをもとにこうその人の映画になってくれるかもしれないっていうのは、そう、そういう感想を聞いて思いましたね。だから本当にそういう見た人がそういうふうに思ってくれたら、こうやっぱり嬉しいなと思って、なんか どっかで起きてる物語というよりかは、そういう意味でこう、まあこれはまあ陽平がね本読んだ時の感想で言ってたけど、刺さるポイントは無数にある映画だって言ってくれたんで、完成してそういう感想を聞いた時に、まあ、確かにそうかもしれないっていうのはすごいなと思いましたね。だからすごい多分これから公開して、まあ、いいも悪いもいろんな感想が上がってくると思うんですけど、なんかそういう声をねたくさん聞けたらいいなと思ってます。音楽っていうモチーフがを扱うのはやっぱり難しいね。そう、そこで言うとパブリックイメージが強いジャンルだから、ああミュージシャンねっていうイメージってそれぞれ持ってると思うし、それの割合が結構大きい、で多分本当に音楽映画って思われちゃうとフリーなんだと思うし、ね、そうだね。まあでもこういうスタイルで音楽作ってるという認識は多分一般的にはないと思うから、結構フリーで音鳴らしてそれを紡ぎ上げて音楽にするみたいなことだから、そっちがマットじゃん。俺はそう思う。マットかどうか知らない、わかんないよ俺は。でもあの面白かったけどね。よかったです。だけど伝えるのは難しくて、脚本にはさ音が鳴り出すとか普通の映画だったら、いや事前にねこういう楽曲用意してこうこうそれはもう、でもやっぱ僕はここを見てたからそういう書き方ができるというか、絶対人が何かを発して楽器を奏でて音っていう素材がさえあれば
やっぱりこの場所と彼の腕はもうずっと何年も見てきたから、まあ通常だったら絶対 OK 出ない脚本というか、音が鳴り始めるだけじゃこれじゃあどんな音楽なの具体的にっていうものを事前に準備しなきゃいけないんですけど、やっぱりこのそこはそうだね、空中技決めたよね今回。それはまあみんなあんまり分かってもらってないけど、かなりの空中技決めた感じはある。実際ここで作ったわけだもんね、撮影中にね。だからそれはやっぱり、自分が実際ここ来た経験があったからこそ、まあ、そういう書き方できたし、しかもかなり、まあ、最重要要素じゃないですか、そこで実際になる音っていうのは、まあ、それだけじゃないけどね、俺でも今回難しかったのは、普通ミュージシャン来るじゃないですか、ミュージシャン同士でも揉めるんだけどもちろん、まあここに来る人も誰でもいいよみたいなのしてないから、なんか遊びに来るんだけど、みんなミュージシャンとしてやってる人が来る、だから何々って名前を持っててさあ行きましょうかドンみたいな。これ俳優さんってもう一枚なの、こう役じゃんそれ、だからミュージシャンと仕事させてもらうよりすげえ奥にいるの、本人が。今回それがすごく難しくて、それがその劇作品とドキュメンタリーの難しさで、もう一枚乗ってるからその人に、要するにその、その、ここで音が鳴るっていうふうに書いてあった部分は、実際にここでその役者さんたちが来て、その場であの映画の内容通りに自分を出せって言って音を出して作るっていうことだったんですよ。でも役通り、動いたって音なんか出てこないし、その欲しい表現っていうものは出てこないんですよ。いわゆる、まあ、池田さんのそういうシーンはちょっとあれですけど、役からね。でも K に対して問いかけなきゃいけないんですよ。だけどそこから出てくる音は池田さんの音じゃなきゃいけないじゃないですか。うまく言えてるかな。なんかその役としてやっちゃうと本来の音が出てこない。でも池田さんっていう人は、池田さんというかその俳優さんはその役、与えられた役の中から出てこうとする。だからミュージシャンと相手とやるよりすげえ狭いし奥にいるの、多分そのもので。例えばいろんな困難だった箇所何箇所かあるじゃない、音楽箇所、でそこは多分そこ本人に問いかけてるけど、それを嫌がるですね俳優さんは、初見では。そこがすげえ難しくて、逆に言うと絶対負けちゃいけないところで、ミュージシャンが別にミュージシャンとして覚悟を持ってきてやってるんだから、つか自分の意思で来てやってるんだから、いい音出て当たり前なんですよね。要は太い表現になる。でこれを役っていうフィルターを通しちゃうとすごい細い表現というか、それに対してある程度その自分等身大ではなくなるから。でもなんかその聞いてると本当にその映画を一歩離れたこのスタジオの話で与平さんの話を聞くと、もう完全に与平さんが K になってるって感じですよね、に対して。いやそう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 、いやそうだったと思うし、でそれが俳優さんたちにはもちろんこれが一番辛かったんですけど、受け入れられてないですね。俺 K じゃないから、監督の友達の与平さんだから、場所はねこう提供用意してるけど、そこがすげえ通らなくて、あこれほどまでに伝わんねえんだっていう葛藤はあったし、まあ今でも怖がられてると思うけど、途中から腹はあったけど、ね、腹くくったけど、あもういいわと思って、一生合わねえぐらいの感じで言ってますもん。だから再会できて嬉しいよ。いや本当に。石田監督的にはそこの音楽の部分っていうのはどういう、それぐらい自由度を残しつつも、でも陽平さんがいわゆるこういう、まあ、経営的な立場になるっていうのも、まあ、ある程度想定してたのかなとも思いつつ、でも、やっぱ彼が、まあ、俳優がこうなんか声を出したり楽器を弾いて出した音をもとに彼が作る曲を聴きたかったっていうのが、まあ、一番ですね。だから僕こういう風な曲っていうよりかは、やっぱ作ってきてくれ、仕上げてきた、仕上げてくれたものが一番映画に合うと思ってたので、あとやっぱりこう彼、まあ、今言ってくれたようになんか音楽映画っていうか、こういうなんか それだけの見え方にはしたくなかったなって、すごく彼作るのってこう
もうこの空間本人も含め空間も丸ごと一つのこう楽曲っていうものにしてくれるのはずっと見てたから、それをこの映画の音楽にしたいっていう、うん、とこだけでしたね、うん、だから本来のこう、ね、収録ほどたっぷり時間をかけれないってどうしてもこう限られた時間の中でかつこう、ね、役っていうものでどこまでできるか、ね、この役者さんが僕もでも不安でした。そう、僕は体験として知ってるけど俳優さんにとっては初めての経験で、それがどこまでできるのかっていうのはもう、まあ、ある意味空中技です。空中技だよ、超不安だったよ。賭けですけど、うん、でもしかも無理めの、うん、やっぱりでもやるしかないなっていうやってみるしかないなっていう、だ、まあ、いいパス取ったと思うよ。いやでも俺結果できた曲はすごい好きだったよ、うん、ありがとうございます、うん、よかった。し試写の時も見た方が、うん、あの音楽良かったって言って帰ってくれた人もいて、そういう話後期一切俺にしないでもベルリンでもそれはそれもこの間聞いたからでも見てて思いましたよ、うん、俺も最初来た時にじゃあ西澤さんマイクの方へって言って、急にそんな話してないのに、うん、いきなり歌えってなって、うん、やっぱり出さざるを得ない、うん、だからそういう状況に追い込まれたら多分でもやつ、ね、そうで優しい西田さんがやってた、うん、で そういう経験をしている俺からしても、うん、あの映画で見たあのそれぞれの出している音っていうのはなんかそのもう本当に超 K だから、まあ、それ嬉しいの、それ嬉しいけどどうなのかななんかすごいやっぱり響くものありましたよ、うんうん、西田さんのその時も僕見てましたから、はい、それももちろんあります。だってミュージシャンじゃない西田さんが、うん、マイク上手いだったらなんか出さざるを得ないというか、うん、やっぱりこうまあさっきのこう勇気の花を咲かせて勇気の花咲かせよ声を、うん、なんかしら声を出したわけじゃないですか、はい、それでも曲になるんだっていうのがやっぱりああいう経験とかああいう場をに立ち会ってきたからなんか俳優でやってみたいなっていうのがありましたね。だからここは結果としてできたか分かんないですけど、はい、演じるっていうもので生きてる人たちだったらもっとできるんじゃないかっていう期待はありました。あの、うん、脚本書いた段階で、あのこれからもそうでしょ、それは、うんうん、ドキュメンタリーなんだよね、うん、いや俺はずっとそうだからあれなんだけど、やっぱり音楽聴いててもちょっとなんか俺のこと褒めすぎかもしれないですけどね、みんな今日は嬉しいですけど、でも思うけど多分その演者さんというかまあそうだね、楽曲部分に関してはちょっと勇気出したものが入ってるのは多分いいものが取れてると思う。何さんだっけ、マキさんか、マキさんもそうだし、小宮さん、小宮さんもそうだし、石橋さんもそう、石橋さんは特にそうだったと思うし、来てすぐ知らない人と今日これ歌っていきましょうみたいな、うん、ちょっとじゃあ歌詞作りますみたいなとこからだって、うん、木田さんと一緒に、ね、書いたんだけど、うん、それが楽屋通過事務所でやったんですけど、ね、そこからパッて歌って、多分2テイクぐらいしか撮ってないんですよ、練習1回上で撮って下で、勇気いるはずなんですよね。あとここのみんなの合奏もリハーサルなんてせずに、だああいうのは勇気あると、それは大事にできたりするっていうか、西田さんもなんかこうあれ楽しかったっすってたまに言ってくれるじゃないですか、ね、なんか、うん、あれは多分そういうことは大事なんだろうな。勇気がないものに関しては後々あんまり大事にできないし、勇気出した上でそれが自分の形を受け入れない場合もあるし、うん、俺こんな不細工じゃないんだけどみたいなのあるじゃん。だから、まあ、そういう意味ではね、でもそれも丸ごとサントラで全部聴けるっていう、うん、サントラはそうなんですね、うん、あの劇中で、まあ最初映画の編集中にもう結構そういうの
素材含めて全部こうまるっと曲をたくさん仕上げてもらって、うん、それで、まあ、全部は使い切れなかったんですけど映画の中ではでも、まあ、勇気出したもの出せなかったもの出せなかったのも入ってんだよね含めてだから本当にねドラマチックなんですよあのサウンドトラックが面白いなうんまあそうですねちょっと僕はサウンドトラックの最後の曲を聴くと未だにちょっと俺もあるよサントラ結構聴けねえよまだもうちょいないけど全然乾いてないのかさぶたが、うん、でもね池田さんがさあのこれは本編では使われてないやつだけど、うん、あのちょっとトーキング入れたのがあったじゃないあったっけリハーサルの時にちょっとここでここに来た時にねでそれあ俺1年前ぐらいかラフミックスパンって池田さんに送ったんですよしたらなんか親父が喋ってるみたいって思ったとかああなんかうんあれも入ってんだけど、うん、それ聞いて俺ねすごい嬉しかったよ、うん、なんかそれはすごく個人的な話だし体感的なことなんだけど池田さん自身のねあそういうものと重なるものがあったんだったらすごく価値があるじゃない、うん、なんか記録としてもそれはいいなと思いましたファザーズって入れといたわファザーズにしてるそれはそれサントラ最後の吉田監督が今は聞けないっていうのはどういうこと聞けいやねちょっと全然ねこう大体ここではこういう曲みたいななんとなくの話はしてたんですけどなんかこうプレゼント的に作ってきたんですよ、はい、うんお疲れ様っつってそう、それが良くてやっぱりこうなんかね撮影のこの明けた朝を未だに思い出すんですよね。あそこで見た朝でしょ。そうそうそう。いやー撮影の朝すごかったよね。なんか俺すっげえ覚えてるのは、なんか多分まだ撮りきれなかった朝みたいな、あのその日の夜中のうちに撮ろうとしてるところ全部終わらなかった朝みたいな時に。吉田さんがタバコ吸いながらもう無になってもうほんとこの人これから死ぬんだなみたいな顔してフラフラって一人出てったの、はい、外に出てって道の真ん中歩いてなんか変なとこ行っちゃって、はい、ああ大丈夫かなこの映画最後まで撮れるかなみたいな気持ちになったのすっげえ覚えてる大事件もあったしね朝はねもうここの朝ほんとね、はい、なんかモヤモヤする思い出すとしかも次の日すぐ撮影とか、うん、結構タイトでそうそう、過酷地獄だってなんかもう本当にあそこからポコンって人落ちてで監督男らしかったんですけど、うん、ガーって落下する男の下に体ガーって入れて、うん、監督もこんななってて、うん、大丈夫大丈夫とか言ってて、ね、救ったっていう、ね、で救急車2台来て、うん、で1人はこっち行って監督の方には誰も乗ってなかったんだよね監督一人で運ばれていっちゃってもう監督が音信不通になるっていうでまあ基本的に大事件なんで、はい、もうそれ落ちてたら今元気だから話せる話なんだけど動いてないのもう俺が見たらもう死んでるみたいな感じでこれ危ないとか言ってまずすごいなんつうの復活を遂げてるけどその人、うん、でパッて病院行ったんですよこっちでいろいろ警察とかも来て行ったらなんか脳挫傷とか書いてあってカルテに絶対ダメじゃんこれみたいなもうこう動転しててでなんか後期もどっか行っちゃってるし電話しても繋がんないのなんか充電なくなっててねそうだで後期もなんか動かなきゃってことで病院出ちゃってんの搬送先の病院の聞いて電話したらもう病院出ましたとか言って電話繋がんない状態でもうでどうしようと思ってバーって探したら後期歩いててなんかたまたまな本当たまたま僕もやっぱりこう救急僕なんかちょっと救急隊がもうとりあえず行けと言うんでこう乗ったんですけど、うん、それよりもやっぱもう一人の方がもう心配で、ね、もうとにかくそっちに駆けつけなきゃと思ってっていうのでしたね一時期行方不明になったし、ね、助監督に聞いたらいや誰もつけられませんでしたって壮絶なことが壮絶でしたよ、うん、僕らもその現場は見てなかったんですけど、うん、役者のほとんどはでもあっちの楽屋で聞かされて、はい、まあもう空気もすごいことになりました僕なんかもうなんか僕トイレで吐いてましたもんマジでそれ聞いていや
ちょっと宿ってたもんな、恐ろしい空気が。なんかそれこそ撮影中はもう池田さんもなんか精神状態がすごいことになってた。やばい、もうなんか今日ここ1年ぶりに来たんですけど当時のこと思い出すと俺よくあんな風になってたなと思ってなんかすごい変なもんで多分ね、アドレナリンかなんか出たんですよね、はい、すごいなと思って、なんか僕はあのごっつい後藤くんに殴りかかったりするんですけど、あそこよかった、いやもうようあんなことしたなと思ったもん俺さっきあそこ見てて、あそこなんですけど、あのマネージャーさん的な、そう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 、よくあれやったわみたいな、もうなんかあのシーン思い返すと、はい、ちょっと自分であれが自分だって信じられないぐらいです、ね、あそこよかった。しかも俺見逃したんですけどそのシーン、はい、俺あのその俳優さんのプロダクションの社長とちょっと友達でレッドブル買いに行ったの、うん、で持ってきたの、したら池田さんとめっちゃでかい声が響き渡ってて、うん、ってなって、あのシーンよかった、うん、すごい池田さんにああいうことやらせたかったんですよそうなんだ俺細いからね、すごい細いのによくやったなと思ってファイトクラブです。ああ、そこそうだね。そうそう、ブラピをいっぱい見てたからできたっていう。ね、あれもじゃあ本当本来のあの池田さんとかだと考えられないような。いや僕だって人殴ったことないですもん。あっちだもんね、あのなんだエドワード・ノートンか、うん。エドワード・ノートン寄りだもんね。どっちかというとね、うん、なんかもうその頭だけで考えて生きてきたようなタイプなので、うん、僕は。よかった。でも地味に毎日売れたてしましたけどね、当時。そうなんですね。こういうシーンがあるかなと思って。でも、なんかやっぱり、あとすごい象徴的なのは、そこまでこう、なんだろう、自分をさらけ出して撮った、その音っていうのを、こう、流しに行くじゃないですか、映画が、あのジャックして。だけど、あれが伝わらないだけじゃなくて、ノイズにすらならないっていう。だから嫌な音が鳴ってるとかじゃなくて、うん、みんな何も反応しないっていうのはなんか、うん、あのシーンはすごく縮図だわ、あれも象徴的だったんですけど、なんで のああいうシーンにしたのかなっていう。でもそれは映画も一緒です。別に音楽っていう表現で映画では描かれてるけど、うんうん、はい、ね、実習映画撮ってもこの公開すら公開してることすら知られないまま、うん、あの終わっちゃう作品もあるし、そういう経験もあるし、うん、僕学生時代自主映画撮ってこう映画館借りて、お金自分でバイト貯めて、うん、借りてお客さん僕自分一人でしたからね、よくね、なんか、うん、え、それ何？ライブでお客さん一人でしたみたいな、うん、よく名車の話ありますけど、うん、それに似たような感じで、自分で映画館借りても自分一人で見てるっていう経験もありましたし、うん、それ何の映画？それはね、それでも多分知らないと思う、学生の時撮ったやつは、うんうん、まあ、そういう経験ですよやっぱり、うん、だからこうなんかそれをなんかこう映画この映画でちょっとさすがにな、まあ、それきついな、きつい、あの表現にはなってますけど、うん、よし、いい音で見れたっつって帰れないもんね。俺一人で喋ったの、ここ超今の方超いいじゃん、かわいそう、狂気じみてるわそれかわいそうだわ自分でお金払って見てますからね、うん、あ、うん、それは別に音楽に限らずやっぱ映画っていうもの長い間作ってきて、うん、いっぱい経験してきました。うん、あのなうん、あとどれだけこう人に届けるのが難しいのかってことも感じてきたし、うん、そういう思いですね、あのシーンに関しては。うん、非常にストイックですね。そういうものって世の中に伝わりづらいんですかね。うん、伝わる、だってね、うん、こう結構3年近くやってらっしゃって、うん、さっき言ってたじゃないですか、そのストリーミングの印税がそのもううまい棒1本買えるかどうかみたいな、うん、夢のある世界では、ね、ではあるんですけど、うん、だからその魂を出し尽くしたからといって報われるかどうかっていうのは、うん、そこはなんか因果関係があるかって、うん、そう、今もね、後期と結構いろんなこの映画のことについてやり合ったりするんですけど、まあ俺はね、今回映画のまあ1役割というか、だから
だけど丸ごと追ってる光景はね結構ね、いやいいと思うの、こうなんていうの、魂削って作った映画だと思うんです今作も彼がね、うん、ちょっとなんか削ってるうちにガッて縦に入ってる感じはあるあるよね、それはそれ俺もあるしね、うん、なんかこう削っててガッて入ってて、うん、今これどうするって言ってるところ、余韻長くね、うん、うん、でもどっちかというと確かにあそこでその救い、うん、それが届いたっていう表現ももしかしたらできるかもしれないですけど、そうやってたら多分ちょっとなんか嘘っぽいっていうか、なんかそれでよかったのかっていう、なんかそれまでの流れがあったから、もうそういうふうに仮定するとそうにはならないだろうなっていうのは確かに分かるんですよ、そこはリアルなところなんですけど、うん、でもあれをやり続けていくことなんだろうなとは思いますね、うん、なんかこうですよね監督、うん、だから本当に映画で描いてるのは別にあれが届かないことがダメなことじゃないじゃないですか、うん、そうです、あの自分ら、うん、それより手前で何か自分たちで作っていくっていうこと、う、うん、なんかそこにやっぱりこうなんかこう気持ちの高揚もあるし、うん、まあ、最後まあ散っていくっていう表現もあるけど、でもそれも否定できなくて、別に散っていった人なりの思いがあるし、ね、そこは見えないとこで何か彼らなり彼女たちの何か幸せがあるはずなんですよね、うん、その先には。だからそこを強くは否定しできないし、何かそういう気持ちが多分ああいう散らせてたまるかってのは、でも今風なメッセージかもしれないよ、うん、その世の中にベタなね言い方になるけど、うん、世の中に合わすのか、うん、合わせた生き方をするのか、自分たちに合わせた生き方をするのかって話ではあるから、うん、超ベタであれだけど、でもそれは何を選択するかっていうのはいつも考えたいし、うん、それは多分見る人もそうであってほしいし、うん、見る、ただ見る側も勇気のいる作品だし絶対に、うん、そんなんばっか撮るから大変そうなんだけど光景は、うん、本当にどういう感想が上がってくるのか全然まだ想像が、うんうん、やっぱり映画ファンの人たちね、あのネットとかに感想を上げてくれる人もたくさんいるんですけど、すごくそれは早く見たい、うん、気になるね気になる、うん、そうですね、さっきあのこのインタビュー始まる前に池田さんと話しててすごいびっくりしたのが、恋人たちを公開してから結構他の方にいろいろお話が来たけど、なかなか池田さんにはったっていう、そうそう、僕その恋人たちの公開後、まあ、恋人たちがヒットしたから、うん、いろいろこれから自分は次のステップに行けたらいいなみたいな思いがあったんけど、うん、その恋人たちの公開から半年仕事なかったの、あ、そう、もう地獄のような日々で、もう俺はこの作品出てダメだったら僕はどうすればいいんだろうみたいな思いがすごいあって、僕はちょっといやらしい話、そこは見てて、うん、それやらしいからね。いやいや、でも本当にそうで、本人も言ったけど、そうそう、やっぱり絶対悔しい思いをしてるはずって思ったんですよ、うん、そのパワーは、うん、そうそう、あのその池田さんがこう悔しがってるんだろうなっていうのは僕もなんとなくこう想像してて、うんうん、あの今池田亮を使えば絶対その悔しさだったりパワーみたいのは絶対映画に注ぎ込まれるはずと思って、それはちょっとやらしい計算もあって、そうだからそれはすごい嬉しかったし、でもそれだけじゃなくって、その初めその吉田さんが僕を呼んでくれて喫茶店で打ち合わせした時に、その僕のことだけじゃなくて吉田さん自身もその自分がその飛ぶ予定だったその作品みたいなのがダメになって、まあ、でその、まあ、その悔しさみたいなの、自分の悔しさみたいなのも語ってくれて、だからその今度の作品にそういうものをぶつけたいっていう風に言ってくれたから、僕はそれに共感したというか同じ気持ちだったからね、今僕もぶつけるものが欲しくてと思っていたところだったから、
すごいね、結構奇跡のタイミングだったんですよ、うん、全てが、まあ、ここに長い間顔を出すようになってて何年か経っていて、うん、その途中でまあちょっとそういう映画中心になる経験があって、うん、その直後にこう今回山本正さんという監督がプロデューサーについたんですけど、ちょっと次うちでやってみないかっていう声かけをいただいて、うん、そこでこう全てがこうハマったというか、あ、映画にこれ今の状況なら一本かけそうってこう思えたんですよね、うんうんうん、それだからこうその依頼も引き受けたし、うん、ここでな今こそここで撮れるんじゃないかっていうちょっと長い間思ってたことが、あのようやくこう脚本というものに一歩進めたような、いろんなこう奇跡でしたね、タイミングは。よかったね、うん、しかもなんかさらにタイミング的にはこの33も会社にして、ここのスタジオをまさに本当にあの映画のような形で使えるようにして、というかなんかその、うん、スタジオとしてより機能させようとしてるの。そうです、いやでもね、ノリなんですよね、会社にしたのは。そうなんですね。なんかだからあまりそれとはリンクはしてないんですけど、うん、でもこうまあ言っても遊びから始まってることなんで、うん、それが現実味を帯びてきて、あ、社会的な立ち位置を得るっていうのは喜ばしいことで、でもそれは映画が形になるってこととも同じだとは思うんですけどね。だんだん大人になってきちゃったなとは思ってはいるけど、でも実際にあの、うん、今度その映画を見て、ここで私もそういうのを出したいんだみたいな人がいたら、うん、ぜひ会いたいよね、今期ね。じゃあメールアドレス続編をね、2を告知しとく。しないっしょ。たどり着いてくれ、頼むみたいな。経験してほしい人はこちらまで。これ難しくて、こういうこと言っちゃうとあれなんですけど、うちもなんか変なスタンスでやってるから、人気のあるバンド世の中にいっぱいいて、その人たちとなんかその人たちも遊びに来てくれるけど、ちょっと隠し気味できたりするの、うん、あれなんでなの、わかんない。こっちからわかんないんだけど、でもそういうことなのかなと思っては、やっぱり自信が確信持てないんだよね、自分が隠しちゃうっていうのは。なんだかよくわかんない奴がいてさ、おい、やってみろみたいなの、やかわ、うん、やってみてこう、うん、納得いく自分が出せたらようやく声を上げれるけど、うん、やっぱりこう、やっぱ恐る恐るなんじゃない、うん、隠しながら来るっていう。だから一般公募みたいなことはできないのかなって思ってて、うん、はい、なんかじゃあ うん、このでもここスタジオとして、うん、っていうのはそのいわゆるプロミュージシャン向けにやるってことですか。いやもうプロアマ問わず、老若男女やらせていただけたらなと思いますし、実際そういう経験もさせてもらっててすごく感謝もしてるんですけど、多分公募しなくてもこう、うん、出会える人の縁を多分大切にしてるでしょうしたい、ね、その方がやっぱりこう、うん、なんか心開けるっていうか、まあ、すげえ超宇宙の片隅のちっちゃなこんなあれだからいいんですけど、でも探したどり着いてくれたら嬉しいなっていう思いは会社としてはあるかな、まあ僕以外の人もいっぱいいるから、サティスリーは僕の思いとしてはなんですけどね、実際そういうように絶え間なくね人が来てるっていうのは、でもそういうことなんだろうなって気がします、ね、何かの多分縁があるから、なんか出会って一緒にやってっていう。この間ね、夢のある話で、夢のある話ですか、別に俺ギター少年でも何でもないんですけど、ジミヘンの妹と友達の人が来たんですよ。いやすごくないそれ、ジミヘンの妹と友達の人だよ。かなり年配の人で、年配の人というかベテランの人で、そういうのは嬉しかったりしますけどね。すげえな、みたいな。映画は、でももっとやりたいね。いいパス通ったし。だいぶ魂使うこと分かったから。回復も必要だ。回復必要だよ、これ。そう、結構重たくいったもん、今回。伝わってほしいだからとは思うんですけど。長いです、何より映画は。やっぱ撮ってから。そうだね。すごい、もう僕ら役者なんかね、まあ撮ったら終わりだけど、監督はもうその撮影の前の準備もそうだし、撮ってからの編集があっていろいろあって、
だからもう本当に大変だと思います。役者の仕事なんかまだ楽ですよ。またそうなんでしょ。でも俺さ、聞きたいことあってさ、うん、もうこんなこと言ってたらちょっとアマちゃんじゃんとか思われたら嫌なんだけど、あの結構整理つかなくて、多分監督もそうなんだけど、俺もまだ続いてんのね、余韻が。ああもうさ、いろんな映画出るでしょ、池田さんとか、うん、折り合いつく、要は役が抜けるとかそういうことなのかな。うん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 。いやでもね、うん、あれ6月にここで撮ったじゃん、うん、7月の後半には、うん、青森行って、うん、僕刑事になりたいっすみたいな。あ、俺それ見た。超有名な人だよ。あの帽子かぶってるやつでしょ。警察の格好してるやつでしょ。そうそう。あ、見た。あとあれも見たよ。オリコカードかなんかの。あ、マスターカード、ね。あ、マスターカードか。今やってるし、それキキキリンさんと共演させていただいて。できてるか。そう、プロじゃん。やっぱダメだな、俺とかな、コッキー。でもやっぱ僕も次の作品をが。完成するまではなかなか、うん、まだ公開してねえしな、うん、今回やっぱ公開もまだこれからっていうのもあるし、うん、はい、そうだね、やっぱこう一番手前にある作品はずっとこう、うん、残りますね、うん、本当そうだね。でもなんか、うん、必ずでもそこは池田さんだって通ってきてるわけじゃないですか、今回みたいな、うん、その悔しいとか、うん、なんか伝わらないってさっきおっしゃった10年間、うん、地獄のような、うん、みたいなのを経てのやっぱりそのそうですね、うん、わけですし、でもやっぱりそういう経験があるからこそそういう気持ちも表現したいなと思うし、うん、うん、そうですね、だからまあ辛い時もあってよかったなと思いますけど、ね、うん、やっぱりだからもしかしたらこう吉田監督もこの作品を経てまた、いや、そりゃそうですよ、ね、まあ、確かにハッピーな映画も やりたいっすね。いや、まあ基本ハッピーな映画撮ってないよ、撮ってないっすね。いや、ほんとそうだよ、うん、いや、でもやっぱりその僕はその最初に打ち合わせさせていただいた時にお互い悔しい気持ちなんだっていうところが原点で、でもその時に思ったのはここに全てをぶつけて、でもその後はお互いにもっと大きな舞台でいけるようにっていうことだなと思ってやってましたし、夢ある、今自分でもそれ思って頑張ってますし、だからね、いろんな監督であればいろんな映画を撮って大きくなっていってね、予算規模とかも含めきっと大きくなっていくということも目指してるんだろうし、僕役者であればいろんな役いただいてね、ちゃんとお仕事していくっていうことはやっぱり目指してますし、そういう位置づけの映画なのかな僕たちにとってはって僕は勝手に思ってました。まあそうだろうね、うん、あのわりかしハンデ戦みたいなとこいっぱいあったじゃん、今回はきっと撮影全部通じてね、うん、俺は客観的な位置から見ても、だからまあまさにそうだね、うん、よりよく撮れるようになっていくだろうし、うん、でもやっぱきついの撮るのは俺必須だと思うの、吉田監督ここまで来たら、うん、でそれでやっとタフなマインド必要になってくるよね、やっぱり今回はね結構今期に引きずり込まれたところあるな。あの初めて言った、結構重たい領域でお前やってるよな。そうだね、やっぱりこう自分がこう自分がリアリティを感じれないとなかなかこう、うんうん、映画にできないというか、うん、そういうこうあるんでしょうね、うん、なんかこう、じゃあ例えば少女漫画原作の作品撮ってくださいって来たらどうするの。いやでも実はあるんですよ。あるんだ。でも多分重くなると思います。まあね、まあそう別にやるかやらないかまあ返事はしてないですけど、うんうん、原作もっていうかもうキラキラ系、明らかにキラキラ系、なんで後期に依頼してくるんですか。俺でも思うけど世の中やっぱお気楽なもの増えてると思うんだよ、うん、作品とかにしてもね、うん、そういう意味では後期のスタイル面白いかもね。あ、これ完全にあれだよ、超カジュアルな目線、あ、いいんじゃんみたいなとこだけど、まあでもやったらね、なんだかんだ自分らしい重さは絶対乗っかると思うから、うんうん、そうですね、こうなんかこうジャンルでこうより好みせずに、うん、まあちょっと内容面で
一瞬でもなんか自分が面白がれるポイントがあるなら、うん、チャレンジはしたいなとすごい思ってます、うんうん、多分重いもの乗せれると思うんで、うん、乗っちゃうと思うんで僕がやると、うんね、確かにそれは逆に見てみたいかもしれないですね、うん、ただのキラキラじゃなくて前回ね映画撮りましょうよって言ったなんか前回インタビューしていただいた時に後期撮れてもう一人女の子とやった時に映画撮りたいねなんて話しててまあそれが別にそのために撮ったんじゃないからさあれだけど現実になったしね、うん、これからの話できるのはいいことかもしれない、うんうん、まずはじゃあ公開してどんな一個反応があるか、うん、光栄は楽しみです楽しみですね、はい、俺絶対見ないけどね怖いじゃん、なんか検索とかしたらいっぱい出てくるでしょ英語さするとね、うん、いやでも本当にへこむ、いやそれはもう山ほど経験してきた国評も上がりますし、うんうん、でも本当に作品的には賛否両論ある作品だと思います、うん、みんなが見て 80% の人が良かったっていう作品じゃないと思います、うんそうだね、だけどそれでいいと思って作ってる作品だとも思うし、うんうんなるほどね、そういうのできて良かったよね、このタイミングで、うん感謝してますよ、監督。じゃあちょっと、うん、マインドを強く。マインド強く、本当ですね。あそうだね。でも僕はとてもすごい面白くてかっこいい作品だなと思ったし、うん、吉田さんもそう思って作ってると思うし、だから、うん。でも今まで僕のフィルモグラフィーの中では一番見やすいと僕は思ってるんですけど、もう少しちょっと自分のなんか自分の好きな表現に寄せて作ってきてたんですよ今まで、うん、やっぱ今回山本さんという、ね、監督でもあるプロデューサーがついてくれたおかげでなんかこう自分だけだったらこういう見せ方しないなっていうところがあったり、うん、すごくやっぱこうよりこう広いお客さんに届けられるものができたなとはすごく思ってます、うん、今回は。いやもうなんか本当になんか変なもん入っちゃってたなって思い出すと、うん、なんかそういう、うん、なんかでもまあ毎回そうだけど変そんなことない毎回なんか変な自分振り返ると変な自分だったりするもん。ああ役によるかもしれない。でこの役は本当になんか恐ろしいことしてたなみたいな。楽しいよ。でも、はい、あ楽しいよかったよ。え？あの合奏聞いてる時とか、こうやってやってる時あれはねなんかね遠くから見てたけど、うん、好きだなあのシーン。いろいろいいとかあるよね。キラリとね。キラリっつうかそんなことねえか。あと池田さんのシーンでよかったのね。俺が好きだったのね。あ、嫌なのはね、あの予告にも使われてるあのシーン。こんだけ恵まれた場所に来てるんだから力見せる。すげえ嫌だと思って。それ自分と重なりすぎるから。重なるから。だからフィクションなのよあくまで。見れなくて、はいとかあんのかもしんねえ俺もとか思うから。うん、最悪じゃん。ああいうプロデューサー最悪なんだよねそれがお前の実力じゃんみたいな、うん、帰っていただいて、うん、しかも、ね、恥ずかしいとか思ってるのがそう偽さんにあれだったんだけど現場でその一人のね女優さんがピアノのところで使かかったんですよ。だこいつ現場で自分探しやがってと俺は思ってたんですけど、うん、まあ、調子乗っちゃって俺も調子乗ってマジだったんですけど、はい、もう今日無理ですみたいなブースか言ったんですよ。あ、撮影現場で撮影現場で、うん、あ、もうストップみたいな、うん、同じじゃん。意外と映画の中で起こったことが本当になってはいるなとも感じてはいたな、うんうん、いやでもやっぱりそういう実際にあったギスギスが、うん、実際に起こったギスギスが映画に乗っかってると思うし、あれお芝居じゃない部分あるもんね、うん、ガチなギスギスだもんね、うん、でもそのガッ、うん、なんかギスギスした経験が映画になってるというか、やっぱこれはなんか学生時代からこう学生時代から学校の先生が言ってたけど、やっぱ映画ってこう
未来を予言しちゃうっていう、うんうん、ことが本当にあるから、うんうん、本当に気をつけなきゃいけないし、それは俺がお前にマジで言いて、うん、本当にそうなの、うん、受け止めいけないことも起こるし、うん、歌ったことって本当になったりするじゃん、なんかちょっとオカルトっぽいけど、うんうん、まあ、ちょまあ極端に言うとオカルトっぽいけど、あるよ、実は本当にある、だから滅多なことは思い浮かべちゃいけないし、うん、描いちゃいけないし、うん、やっぱりこうね、うん、そういうやっぱり繊細なもんだし、すごく危険も伴う行為なんだなっていうのは、うん、それは本当そうだよね、思う映画っていうのは、うん、実際に事故もあったしさ、うん、それはね、本当にやっぱりね、本当それは物を作ってる人のまあ末席用じゃないけどさ、うん、まあそのうちの一人なはずだからね、うん、今ね、だからそういうのはあるかもしんない、ものすごくかもじゃなくてあって、際どいとこつくじゃん、後期お前大丈夫かみたいな、受け止めきれんのかみたいな、うん、まあ思うね俺はね、これはなんか、ね、友人としてつ旗から、うん、うん、じゃあ